よし、9は瞬間心重ねて踊るやつだな。いますよっと。高橋、木南、なんで？歌の時はちょっと音小さくしないとな。うん、テンション上がっちゃうしな。みんな起きてきちゃうから。ああ、そうか。オリンピックの関係ですよね。わかります、わかります。うん。そう、ミート上げたいけどな、それじゃつまんないもんね。近本とサンズはもう2020年は大嫌い。ああ、おお、すごい、グワーンと上がった。ご覧いただこう。急に上に上がった。あんな飛んできてんのに売り子さん全く振り向かない。うん、くそ。いやー、なんか喋ってないと歌いたくなっちゃう。すごいガンキル。ヤマト同い年なんですよ。頑張れヤマト。歌終わったから音聞くでしょ。投げました。スライダー決まってストライク。ここは1球見ました。シンキングなんとかはよくわかんないよ。お、あ、めっちゃ取られてんじゃん、体操着姿。いや、盗撮ダメだよ。めっちゃラブレターもらってんじゃん。踏まれてる。ハハハ。ハハハ。グーテンモーゲンって言われて。お、絶好調だ。あんたバカ。すごい、歩道橋がエスカレーターになってる。青柳だ。これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターはレイ。もうグーテンモーゲン外れた。もう第3球を投げた。うん、打ちました。ファールボール。いや、あんなとこ立って喋るな。絶対高いところから喋るんだな。打ちました。いったか。どうだ。入るか。取りました。クソ。これでワンアウト、ランナーはありません。変わった子ね、長尾コジリ、ヌート138。ちょっとわからない。ブルーカットメガネ、ブルーライトカットメガネ。涙の盗塁。ドクロができた。本当だ。何なのこれ。面白いアニメだな。ああ、もう全然出てないな。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。このチャンスはなんとかものにしたい。なんとかものにしたい。モリア、モリア、モリア来い。ああ。ボールはライダーでセンターへ掴んで、これでスリーアウトになります。先を。全然打てないぞ。ああ、音楽、いい音楽。ずっと
そこにあるんだな。第3球を投げました。低め、直球は外れても、投げた、ほい、やりました。久々に打ちました。仕方ないよ。はいはい、バームクーヘン、バームクーヘン。いつまで東京ドームなの。来た、東京ドームです。バンザーイ、攻撃開始。右の西、あ、西、これが15試合目の登板、通算100勝まであと9勝としています。1回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターはレイ。なんであんな詰まるんだろう。ピヨーンって上がっていくはずだろう。おお、半分こになった。左バッターボックスはトップバッターのレイ。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球、投げた、うん、あら、おお、気持ち悪い。うわー、二人になった。一人が二人、バロロー。次は5球目、うん、第6球を投げた。クソ、見てたら見逃してしまったよ。ブザマン。初球を打ちました。これはセカンド真正面。アウト、スリーアウトチェンジ。6回の裏が。総流って呼んでんな。ベイスターズ追う展開で迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という場面でレイ。西くんまだ投げてんの？第2球投げました。ストライク。インコース。宮崎代打でしょう。申し訳ない。送ります。タッチはセーフ。第3球はアウトコース低め、空振り。バッター追い込まれました。来い。第4球を投げました。ストレートはもう外角低め。来い。投げました。さあ、切っちゃうぞ。ランナースタートを切った。三振。八回までが終了しました。西、見事な。無四球。すごいですね。めっちゃ怒ってるじゃないですか、クボスさん。行っちゃった。大人は恥をかきたくない。めちゃめちゃあるじゃん。東京ドームです。横浜右の福谷、こいつよかったな。トップバッターは、はい、どんまーい。ナミちゃんめっちゃ喜んでる。残念でした。第2球投げた。縦のスライダー。ボール。ああ。第3球を投げた。インサイド直球はボール。さあ4球目。
うん、動かすな、日本人のチームアーター引っ越してんだ。あーブラがいっぱい。よっしゃ来た。おお、すごいスタイル。アスタの。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ベイスターズリードで迎える7回。ハートが飛んできた。仕方ない。日本は狭いんだよ。ははは。おかえりなさい。どうして、あ、何、あークリアしたのか。おお、そのタンクトップは初めてだな。ユニゾーン、あら残念。時間がないの。曲、東京ドームです。ここ楽しいね。明るい、明るいアニメだよね。ベイスターズの攻撃、ユニゾーンアタック絶対するよ。スパロボで、ウェイ。あら、院長やんけ。第4球を投げました。打ちました。木下、落下点に入った。ハードグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。ピンポン。同じ格好してる。ペアルック。ははは。不潔？ザタッチバリン。あー、矢波さん久しぶり。これ何なんだろうな、なんで一緒に、そんなに悲しむなよ。飲まないときは蓋閉めなきゃさ、ペットボトル。右の柳、これが次回試合目の登板。1回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターはレイ、投げました。おにゃ、1、2塁間のあたり。そう、マスター取ってんじゃねえ。これでワンアウト、ランナーはありません。女の子泣かしたのよ。0対0で迎える3回です。いっぱいお酒がある。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第2球投げた、ボール。しゃこい。第3球を投げた、うん、打った。あー、もう全然ダメだね。私はエヴァになるしかないんだ。やべ、3は生きるそう。ああ、もうダメ。10倍にして返してやるのよ。
又吉、又吉もっと顔細いよね。パープロに合わない。ボンぐらい打ちたい。うん、尿意もユニゾンしたのね。怖い。ほらね、ほらね。おお、胸。やったね、平常心。ダサいな、そのタンクと。スカイツリー行ったことないね。いや、同い年だろ。ずっと聞いてるんだよね。なんだっけ、なんとかガット。あ、まだ25聞いてる。高梨くん、軽い球だよね。だからきっとアウトコースを引っ張っても入るんだよ。インコース高め、ボール。第3球を投げました。うりゃクソだな。なんでそんなところで寝てるの。この回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターはレイ、投げました。やば。第2球、あ、ストライク。振っていきましたがかすっただけ。第3球を、いいな。フォークボール見送ってストライク。こんなことないな。追い込んで、ああ、ダメ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 。投げました。低め際どいボール。ああ、カンカンカン。次は5球目。ああ、打ちました。ファールボール。まあまあって言ってるのかな。投げました。ああ、ダメだった。ドキドキする、ね。後半6回に入ります。先頭バッターはレイ。ウィッ、あ、しくじった。さあ次の投球。あらららららら、何してんの。追い込んでから投げた、外れたボール。カジさん、めっちゃめっちゃくんな。カジさん、アウト。振っていきました。さあここが試合の分岐点となりそうです。やめてくれる。見送ってボール。投球これから2球目。ボール。いいなあ、こんな何もないな今。見送ってストライク。いろんなことが俺がいないところで起きているんだろうな。ボールは中継。ベイスターズここで勝ち越しました。4対3。ベイスターズ勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。無理打ったね。ホームラン、ホームランを打ちまくるんだ。92番、君のし、サヨナラツーラン。あ、青木そういう顔してる。あ、チャンスイ、チャンスイ。まだユニゾン来ないの、長いな。8年前だったんだ。明治神宮右の原樹里、これが7試合目の登板。原樹里、まずは1回の表、トップバッターはレイ。第9フォーク決まった。振ればよかったかな。第2球投げました。おい、マシンで捉えた。ピッチャーの足抜けた。センター坂口。いいバッティング。ベイスターズこの回1番からの高打順になります。左バッターのいいわ、ね、トップバッターのレイ投げました。うん、打った。これはいい当たりだ。破った。
わかってるよ。12秒点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面でレイ。第2球投げました。ああ、チャンスに弱い。西浦交代。取ってこれで3アウト。いいね。これすごい。4回の表が終わって4対0。ベイスターズこの回1点を加えています。半分に割って。ここまで2安打。レイ。ちょっとパンパン打ってくるくる回って投げました。ボール。壁で避けてパンパン打って打った。これはセカンドは正面。山田取った。アウト。これで2アウト。ランナーありません。おお、わーってなんか言ってんだろうな。パンチしてけ。2アウトランナー1塁という場面でレイ。もうすごい素晴らしい。冬月さんもめっちゃ笑ってる。ヨニザワタック。一塁へ牽制球を送ります。第3球は。いた。打った強い当たり。伸びた。伸びて。すげえ、一緒にホームラン打てました。第43号ツーランホームラン。ライトスタンドへ突き刺さった。狙っていたでしょうか。狙っていました。ストレートばっかり。ブザーマン。本日のヒーローは佐野京さん。電話で話すんだ。ボケボケっとしてるからよ。東京オリンピック代表メンバーだー。してないよ。途中でやめたんだよって。あ、終わった終わった。この試合ぐらいまでにしてこう。小さな大投手、若松がいたからそう言われてね。初球を打ちました。センターへのフライだ。掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。クソ、絶好調なのかにしかね。第1打席はセンターフライに倒れています。第2球投げました。2球目ストライク。クソ。第3球を投げた。見送ってボール。次が4球目投げた。アウトロー。外れボール。第5球投げた。おりゃ打ちました。いい当たり。センター方向に持っていきましたが、センター交代。取りました。残念。これでワンアウト。ランナーはありません。まだまだパワーが足りない。ベイスターズリードで迎える5回です。ちょっと弾道が上がればさ。初球を打った。さあゲッツーになるか。二塁フォースアウト。アウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。ああ。孵化する前に。マグマダイバーだ。今日2回目の併殺でこの回を終えました。じゃあ今日はここまでにして、切りのいいところまでやって終わりだ。ベイスターズリードで迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面でレイ。今日はここまで3打数ノーヒット。第2球投げた。バッターの足元しこい。第3球を投げた。もう日本代表だぞこちとら。次が4球目投げました。インロー見送ってストライク。第5球投げました。打ちました。ファール。投げました。ああ、なんか惜しかったよ。掴みました。ボールは中継。ランナー1塁に戻ります。これで2アウト。ベイスターズ見事。はいはい。うん、はいはい。浅草。はい、ここで終わりだね。何も変わってないよ。もうずっと弾道上げてんのが。いつ上がるんだろうね。ちなみに
奥井さんは、はい、整ってきましたね。おしまい。